地用せ売り、トーチ巻き売りの歌合わせ。トーチ巻き売りは、中世、近世期に、かつて存在した、トーチ巻きを行商するものであり、かつて奈良に存在した、ザ、トーチ巻き座の家内製紙工業、商工業者である。トーチ巻きは、闘争とも読み、飴ち巻き、ち巻き、すくもち巻きとも書く。本校では、トーチ巻きについても衝術する。自生するがや、 ちまき餅のイメージ。橋中の橋墓興奮。当う巻とは何かについては大きく分けて3説ある。飴色をしたちまき餅。ちまき餅の表面に飴を塗布したもの。片飴を千がやで巻いたもの。そのうち1の説は、本調食感の記述によるもので、千がやに包むことで色素が手にし、ちまき餅が飴色に染まるという。これは6世紀中国で記述が残っている。 本来の地きの製法に近く、現在も鹿児島地方に残る白薪にその製法が残されているものである。そもそも、飴と訓読みされる糖は、砂糖キビ糖を原料とする甘味料を指し、飴と呼ばれる甘味料は、日本では奈良時代から白米を原料として製造されていた。日本における飴は、当初、液状の水飴であり、 忍の説はこれを千賀屋で巻いた血巻餅に塗布したというものである。固形の片飴も水飴と同時期に製造されており、奈良時代に成立した日本初期では神武天皇がタガネと呼ばれる強固な片飴を製造する説話が記述されている。片飴は水飴をさらに煮詰めて冷却したものであり。 江戸時代の17世紀に経過し、巣浜としてソフィスト系とされたものの前身が、畜碑に包まれた、蛍光色、人中色、ト地巻であるといい、これは三の節に近いものである。いずれにしても、ト地巻は、千賀谷に包まれた菓子あるいは、蛍光色であった。遅くとも15世紀、幸福寺の達中であった、大乗院の門石城であった、山戸国城上郡橋中村に、 陶地巻き座が置かれた。三代の大乗院門跡が記した、大乗院寺社雑事記のうち、ジンソンが記した揺り薄歴史。橋の塚とは、現在の橋墓古墳のことで、この地に、陶地巻きを製造、販売する座が形成されていた。銅座は、三輪村に由来し、三輪座とも呼ばれた。三輪明神の大鳥居より南、かつ長谷川にかかる、三輪大橋より、北の地域で、 ト地巻巻座はト地巻巻を販売していた。当時近隣地区には、田原元に、やり物座、三輪下田の、鍋座、万丈の、物座、古座との、木川座、外装には、せんべい座があった。橋墓のト地巻巻座と外装の、せんべい座はいずれも、雨を売っており、商品がバッティングしたため、しばしば争いが起きていた。 15世紀末の1494年に編纂された32番職人歌合わせの冒頭には、いい足気味なるものとして、自用線売りと共に、当地巻き売りあるいは当地巻き売りとして紹介され、その姿が描かれている。それは、和げ物に入った塔を2本の箸で血巻きに塗布する行商人の姿であるとされる。この歌合わせに載せられた歌には、とあり、これは、箸塚や、 三輪の地名にかけたものである。同色人歌合わせが作成された京都においても、橋塚三輪のト地巻が著名であったということである。ト地巻座では、妻が製造、夫が行商というスタイルをとっていたものもあったという。1514年、橋中の住人、西茂太郎という人物が外装のせんべい座に無断で飴売り行為を行ったとして、 大乗院門後に訴えられた記録がある。三条西金枝が表した吉野前力には、1553年に三条西が金峰山寺に猛出た際に、当時、橋塚の名物として知られた、トーチ巻を食したと書かれている。江戸時代初期にも、松江重頼よりによる先週を兼ねた、徘徊論書、ケフキ草に、橋中のトーチ巻が登場している。 タミヤ中戦が表した立花アン万筆には、トーチ巻きは、橋中で製造されたのが、日本での初めてのものである旨の記述がある。現代においては、同地の座の名残も製法も廃れてしまっている。近世以降の雨売りは、滋養ム売り、トーチ巻き売りとは異なる。ありがとうございます。